はい、ということでね、今日はシックな夜を演出する梨のコンポートね、作っておりますけども、三宅です、よろしくお願いします。まず梨の切り方なんですけども、簡単でいいと思います。大きさも好きに切ってください。芯の部分とか皮の剥き方はいろいろあると思いますけど、もうね、どう切っても味は変わりませんから。ちなみにこんな風に置いて切ると簡単ですし、手で持つよりもうまく切れます。切ったら鍋に全部入れてください。そして水、日本酒、砂糖を混ぜて鍋に入れるだけ。砂糖はどんな種類でも構いません。酒に関しては甘みの強いお酒がいいんですけども、これは種類が豊富なのでいろいろ試してみるのがいいんじゃないかなと思います。そしてここから20分煮込みます。今回はレモンを追加しておきました。少し酸味も加わっていいんじゃないかなと思います。レモンは食べやすい大きさにカットして一緒に茹でておきます。できるだけシロップが全体にかぶる方がいいんですが、ちょうどいいサイズの鍋を用意すればやりやすいんじゃないかなと思います。20分経過したので一旦ボウルに移します。ちなみにホットでも美味しいので味見してみましょう。美味しかったよ。今回は冷やしますので、粗熱を取ってから冷蔵庫で冷やしておけば、夜の素敵なデザート、梨のコンポートの完成です。梨はそのまま食べてもいいし、シロップ漬けにしても当然美味しいですよね。日本ではだいたい8月の終わりから秋にかけてね、梨のシーズンなので、日本の梨もね、ぜひお試しいただければと思います。ありがとうございました。また次回もお会いしましょう。